昭和お好み焼き劇場うまいもん横丁火災店。昭和お好み焼き劇場うまいもん横丁は、兵庫県加古川市に本社を置く、株式会社八角が運営する、お好み焼き鉄板焼き居酒屋チェーン店。現在、兵庫県下に15店舗を運営している。昭和をテーマにしたユニークな店作りや、田村健二の経営する、炭火焼肉田村とのコラボレーションなども行っている。2003年に当時八角の代表だった大西俊文が美味しんぼの屋号でお好み焼き、鉄板焼きと居酒屋を複合させた店舗を企画運営していたが、同時に自社でも同名の屋号を使用し別に1店舗を運営していたものを屋号の契約上の都合により、お好み焼き鉄板焼き居酒屋うまいもん横丁と改名したのが始まり。その後、店舗はすべて、うまい、もん横丁として展開。昭和回帰ブーム竹縄であったことから、昭和っぽい名前として命名され、内装昭和40年代の街並みの再現に、コンセプトを統一。2007年には、高砂店より、冠が、お好み焼き鉄板焼き居酒屋から、現在の昭和お好み焼き劇場に改称。リーズナブルな価格と、個性的な内装。子供へのサービスなどで幅広い年齢層の支持を受け、店舗数を拡大した。昭和回帰、昭和レトロをテーマに、すべての店舗の内装を統一。日常を離れて昭和へ、タイムスリップできる、雰囲気づくりと子供への気遣いもなされたサービスなど、親子3代で入れる、親しみやすい居酒屋をコンセプトとした店づくりが特徴。子供が自分でソフトクリームを作れるような工夫や、昭和の菓子類などを集めた駄菓子コーナーなども設け、客を飽きさせない工夫がなされている。すべての仕込みを店内で行い、厚みのある鉄板で素早く焼くほか、お好み焼きの粉はすべてオリジナル配合で、伝統的に使われているソースも、自社で改良を何度も重ねるなど、こだわりがある。また、メニューボードは、通常の本型の四角形ではなく、半円形で、テーブル上に置かれたもので、その形がだるまに似ていたため、大西が裏面にだるまの絵を描いてみた。さらにだるまに手を描いたところ、それが面白いと評判を呼び、後に招くだるまとして、現在のうまい、もん横丁公式キャラクターの招きだるまのだるおきみとなったという逸話がある。このキャラクターは、その後、父母をはじめ、計7人のキャラクターにまで増え、貯金箱やうちわ、ラインスタンプなどに使用され、幸運を招くキャラクターとして商品化された。種類が100種類以上と多く、お好み焼きも多くの創作系メニューを開発。後の B 級グルメブーム以前の開業時より、数多くのご当地グルメを取り入れるなどしている。自分で巻くソフトクリームなども後に、カラオケ店でブームとなる以前より導入していた。平日は650円からのランチなどメニューが、充実しているほか、宴会メニューもある。2017年12月4日より、田村健二経営の炭火焼肉田村とのコラボ焼きそばの提供を開始。オリジナル焼きそば麺と炭火焼肉、田村公認の中落ちカルビを炒め、田村特製の焼肉ダレで味付けした新メニュー。2015年に、八角社長の大西晋也が田村健二のテレビ番組に出演したことがきっかけで、実現した。同メニューは、炭火焼肉田村でもイベント出店時に販売される予定。公式サイトを参照。姫路市、小野市、明石市、高砂市、三木市、丹波市、辰野市、宍粟市、神崎郡、笠井市、加東市に、計15店舗。直営店 FC 店 ABC 株式会社八角、公式サイトうまい。もん横丁 ABCD、播磨を2013年10月25日、播磨のうまい粉もん、ハット AB 加古川経済新聞加古川のお好み焼き店が、炭火焼肉田村、コラボ焼きそば番組共演きっかけで2017年12月13日、ABCD 関西経済新聞社2015年10月6日付、ハット ABC、播磨グルメプレミアム2014年11月25日、FM 元気ふれあいリポート 79.3 うまい、もん横丁姫路東店、ヒルナンデス2015年1月8日、放送内容株式会社八角公式サイト、押長清野市公式サイト昭和お好み焼き劇場、うまい、もん横丁小野店、株式会社八角グループ店舗一覧表、播磨大人の演本2013年11月25日。ありがとうございます。